皆さん、こんにちは。アベノミクス政策に日米の友好外交、史上初のパンデミックにも対応した安倍晋三元総理大臣、2024年7月8日で3回忌を迎えますが、実は今安倍家の確執が明らかになってきているのです。昭恵夫人は長年夫婦で暮らした富ヶ谷の家からの引っ越しを決意、亡夫が眠る山口県の墓をめぐっても対立が起こっているといいます。2022年夏、凶弾に倒れた元首相安倍晋三さん、享年67の三回忌法要が6月30日東京芝公園の増上寺にて執り行われました。 SP が警戒にあたる物々しい雰囲気の中、現れたのは現首相の岸田文雄さん、首相経験者の森喜朗さんや菅義偉さん、史上最長政権で秘書官を務めた方たちの姿もありました。会場には白いワイシャツ姿で微笑むありし日の安倍晋三さんの写真が飾られていました。その後、近くのホテルでは忍ぶ会が開かれ、岸田文雄さんが安倍さんの意思を継いでいくと語れば、森喜朗さんは私は裏金問題でひどい目に遭ったといつもの調子で後を継ぎました。献杯の温度を取ったのは晋三さんの兄弘信さんでした。元防衛省の弟岸信夫さんは体調不良で欠席しましたが、息子で衆院議員の信千代さんが、親族一同が顔を揃えました。参列者たちが食事を取りながらしばし思い出に浸る時間が流れ、最後締めの挨拶をしたのは妻昭恵夫人でした。法要では涙を拭う場面もあったといいますが、参列者に謝辞を述べ、毅然とした面持ちで、今はいろいろな活動をしながら遺品の整理をし向き合う時間もできていますと語りました。安倍晋三さんの死後、沈黙を守っていた昭恵夫人ですが、一周忌を迎えた前後から彼女の言葉を借りれば、いろいろな活動を再開させています。安倍晋三さんと関係の深かった台湾を訪問したり、能登の復興支援の活動をするなど、動静が伝えられる機会も増えてきました。今年5月には一般社団法人ミャンマー祭りの代表理事として増上寺でミャンマー祭りを開催、生前の安倍晋三さんとミャンマーに学校を作る活動を重ね、この祭りにも参加した元復興省渡辺博道さん曰く、昭恵さんは元気になって本当に良かったなと思います。一周忌からもう1年経ちましたねとおっしゃった際には、少し涙ぐんだ感じでミャンマーの思い出を話したりしましたとのことです。昭恵夫人といえば、首相夫人時代から奔放な言動でも知られてきました。居酒屋の経営やリベラルな活動家との付き合いなど、数え上げればキリがありません。その延長線上で最近力を注ぐのが、歌舞伎町界隈を放浪する東横キッズの支援です。公益社団法人日本駆け込み寺代表の天野正則さんは、昭恵さんは細かい気遣いがすごくて愛の塊の人だと感じました。一緒に食事をしていても2時間ずっと子ども支援の話題が中心、子どもたちの夢が叶えられるように協力したいと話していましたと言っています。こうした東横での活動を機に、現在急接近している人物がいるといいます。それは金髪の坊主頭で東横キッズを束ねていた A さんです。彼は大麻所持で逮捕され、公判では中毒者だったことも明かされました。最近はキッズらの居場所を守る活動をしているようです。昭恵夫人は過去に週刊誌の対談企画で、日本を取り戻すことは大麻を取り戻すことと発言するなど、大麻の規制緩和に強い関心を抱いてきました。 A さんと昭恵夫人は今年1月大久保公園で開催された餅つき大会で会ったのが初対面でした。 A さんは打ち上げで行った餃子屋でオーバードーズするよりも大麻の方が良いよねと話して意気投合したんだと話していたそうです。昭恵夫人の友人は、昭恵さんも話せばわかるのよと懸念もどこ吹く風という感じ。台湾との交流などにも精力的ですが、それだけじゃないのが昭恵さんらしいところですと語ります。自らの信念に従って
独自の人脈構築にも邁進する昭恵夫人、安倍晋三さんの政務秘書官などを務め、今も昭恵夫人と交流を持つ今井直也さんは周囲にこう話しています。変わらず好き勝手やってるよ。我が世の春を謳歌しているように見える。そして昭恵夫人は今自身の身の振り方に関し大きな決断を下そうとしています。それはお盆が明けたら渋谷区富ヶ谷に佇む邸宅を出てマンションで一人暮らしをするというのです。昭恵夫人は森永製菓の社長令嬢として生まれ、24歳の時に安倍晋三さんと結婚、以来一つ屋根の下で共に暮らしてきました。もし本当に家を出れば人生初の一人暮らしということになります。背景にあるのが富ヶ谷の安倍家をめぐる複雑な権利関係です。不動産登記簿によれば、もともとは1975年に安倍晋三さんの父晋太郎さん名義で約1140平米の土地を購入、1999年に地上3階地下1階のマンションを新築しました。推定価格は土地が約11億円、建物が約3億円に上ります。建物は自宅棟と賃貸棟に分かれ、自宅棟の2階に安倍晋三さんと昭恵夫人、3階にはゴッドマザーと呼ばれた母陽子さんが暮らしてきました。しかしこの家の持ち主は安倍晋三さんや昭恵夫人ではありません。もともと土地は陽子さんが4分の3、博信さんが4分の1を所有。自宅棟の2階と3階の部屋を陽子さんが所有し、それ以外も陽子さんや博信さんが所有してきました。あくまで安倍晋三夫妻は家族から間借りしていた形です。ただこれまで賃料を支払うことなく住み続けていました。博信さんは現在港区内のマンションで暮らしていますが、近年登記簿にはいくつかの動きが出ています。まず2021年9月には博信さんが所有する自宅棟の1階と陽子さんが所有する賃貸棟が博信さんが経営する不動産管理会社 AB コミュニケーションに売却されていました。さらに安倍晋三さんの死を経て昨年4月には陽子さんが所有する土地と建物の権利が新宅という形で博信さんに移転されています。新宅とは所有権を移さず所有者陽子さんができることをほぼすべて受託者博信さんが行えるようにする契約のことです。これをもって富ヶ谷の邸宅の権利を事実上博信さんがすべて取得するに至ったのです。今年2月には陽子さんも他界、祖父岸信介さんの時代から住み込みで働く高齢のお手伝いさんを除けば昭恵夫人だけが残されていました。昭恵夫人は決して嫁姑関係が円満ではありませんでした。一体どういうことなのでしょうか。安倍晋三さんの2歳上の兄博信さんは三菱商事に入社し、同社執行役員や三菱商事パッケージングの社長などを歴任。現在は殺虫剤で知られるフマキラーの社外取締役などを務めています。妻は昨年6月に亡くなった牛尾電機の創業者牛尾二郎さんの長女です。博信さんは長男でありながら若い頃に父親の選挙を手伝って体を壊した苦い経験から徹底的に政治を避けてきました。博信さんの家族も同様です。だからこそ昭恵夫人の突飛な言動で一家が注目を浴びることを快く思っていません。かくして博信さんが所有する富ヶ谷の邸宅からの脱出を決意した昭恵夫人、実は彼女にとってひときわ強い思い入れを抱いているのはこの場所ではありません。それは都心から約1000キロ離れた安倍晋三さんの地盤山口県です。富ヶ谷とは対照的に昭恵夫人は山口県内の2つの地域で安倍晋三さんから土地を相続しています。一つが選挙活動の中心でもあった下関市の自宅、自身が立ち上げに携わったゲストハウスウズハウスや近年経営に力を入れているフグ懐石の店もあります。もう一つの地域は下関市から
北に1時間ほど車を走らせた先にある長利湯屋の地です。安倍一族のルーツともいえる場所であり、父慎太郎さんも幼少期を過ごしました。のどかな田舎に残された湯屋の自宅もまた昭恵夫人は安倍晋三さんから相続しています。若い頃、昭恵夫人は湯屋の家に一人で来ると2階の部屋に泊まり、庭で支援者たちとバーベキューをしたり、山口県の日本酒獺祭を飲んでカニやアワビを食べていたといいます。その頃の楽しい記憶が残っているからか、昭恵夫人は老後は湯屋で過ごしたいと言っていたそうです。そして湯屋に住んで墓守をしていきたいとも。昭恵夫人は当初、東京にお参りに来る人もいるだろうしと、安倍晋三さんのお骨を湯屋と都内の増上寺に分骨することも視野に入れていました。ただ分骨は良くないという考えもあり、安倍晋太郎さんらが眠る湯屋のお墓に納骨することに決めたのです。昨年7月23日、湯屋では安倍晋三さんの納骨式が行われました。その後に開かれた忍ぶ会では、主人は長男ではないですが父と同じ仏壇とお墓に入れてもらいましたと述べています。確かに安倍晋三さんが重視してきた伝統的家族観からすれば、次男が父と同じ墓に入ることは一般的ではないとされます。それでも昭恵夫人は安倍晋三さんを湯屋の墓に入れることにしたのです。安倍一族が眠る墓を守りながら余生を送りたいというのが彼女の願いなのでしょう。ところが実は弘信さんが湯屋の安倍家の墓を閉じて東京の増上寺に移すことを検討しているそうです。実際陽子さんの死去から4ヶ月以上が経ちますが、まだ納骨されていません。高齢になる弘信さん夫妻はなかなか山口まで足を運べないし、子供たちも対応できません。タイミングを見て陽子さんも一緒に増上寺の墓に入れたいと考えているようです。湯屋にある墓の権利は弘信さんが持っています。もともと後援会が10人ほどの持ち回りで墓守をしていましたが、高齢化でたった一人になりました。墓守の一人が窮状を訴える便箋20枚ほどの手紙を弘信さんに送ったそうで、お墓に備える花の管理などを葬儀会社に任せることになったようです。ただ菩提寺の住職曰く、確かに墓の権利は弘信さんが有していますが、こちらに全然来ないし連絡も一切ありません。陽子さんが亡くなられたことや納骨をどうするかの相談もないので、一体何を考えているのかわからないのですとのことなのです。将来的には一族ゆかりの湯屋で亡き夫のために墓守りをしたい昭恵夫人、かたや権利を持つ長男として墓じまいを進めたい弘信さん、ややその家族、かねてからの折り合いの悪さもあって、両者の対立は深刻なものになっています。安倍晋三さんが奈良市で街頭演説中に銃撃されて死亡した事件は2024年7月8日で発生から2年となります。事件は国内外に衝撃を与え、殺人罪などで起訴された犯人の生い立ちや供述から宗教をめぐる議論にもつながりました。事件は今も社会に波紋を広げ続けています。犯人は捜査段階の調べに対し、母親が多額の献金をしていた世界平和統一家庭連合旧統一教会に恨みを募らせた末、事件を起こしたなどと供述したということです。元総理を狙った理由については、政治信条への恨みではなく教団と近しい関係にあると思ったなどと供述したということです。この事件は裁判員裁判で審理されると見られていて、7月3日は午前10時過ぎから奈良地方裁判所で裁判を前に証拠や争点などを絞り込む4回目の公判前整理手続きが行われ、被告本人も出席しました。弁護団によりますと、手続きの最中、被告は資料に目を通しながらやり取りを真剣に聞いている様子だったということです。事件から今月8日で2年となりますが、弁護団は争点の絞り込みなどに時間がかかっているとして、初公判は来年2025年以降になるという見方を示しています。被告は捜査段階の調べに対し、母親が多額の献金をしていた
旧統一教会に恨みを募らせた末、事件を起こしたなどと供述していたということで、裁判では被告の境遇などの情状面を踏まえた刑の重さなどが争点になると見られます。この事件を機に政界と宗教の癒着が明るみに出たり、森友・加計問題や安全保障関連法案の強行採決など様々な不祥事もありましたが、安倍晋三さんが日本の憲政史上最も長く首相を務めたことは紛れもない事実です。安倍晋三さん亡き今、残された家族間に確執が起こるのは仕方のないことかもしれませんが、安倍晋三さんがどうか安らかに眠れていることを願うばかりです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。